さてと、いよいよ調査開始ね。とにかく急いで屋上に向かわなくちゃ。うん。でも様子が変だな。え？あんたたちは。ひょっとして連絡にあった遊撃士会？うん、そうよ。あなたは石膏部隊の。ああ。あんたらに塔の状況を説明するために残ってたんだ。何でも仮面の男が現れたそうだな。そうなんだけど、それだけじゃないんだ。なんというか明らかにおかしいんだよ。おかしいって何が？見ればわかる。とにかく入り口に来てくれ。俺たちが到着した時はすでにこうなっていたんだ。で、調べようとした矢先に例の仮面の男が現れて。中に入ることはできないんですか？仮面の男はそのまま入っていったから大丈夫だと思うけど、追いかけようとも思ったけど仲間が全員やられちゃって。そっか、ここは私たちに任せて、あなたは舞台に戻って。わかった。女神の加護。空間転移、どこか別の場所に飛ばされたみたいやね。あんですって？それじゃあ塔の屋上に登るなんて無理なんじゃ。落ち着いてエステル。ブルブランが現れたということは必ず道はあるはずだよ。確かに。うん、とにかく慎重に進みましょう。
戦闘先に進もう。負けられないんだ。これぞ勝利の美酒ってやつだな。
こずらせてくれる。負けられないんだ。そこや。これぞ勝利の美酒ってやつだな。
先に進もう。これぞ勝利の美酒ってやつだな。負けられないんだ。
Thank you.
これって何かの装置みたいね。見たところ何かの端末みたいやけど。調べてみようか。これだ。どうやら情報が記録された端末みたいだ。内容を確認してみよう。読めなくなってるじゃない。で、このアウスレーゼって確かアウスレーゼといえばリベール王家のせいだったはずだ。ゆかりのある人物かもしれん。どうやら重大なことが記されている可能性が高そうだ。なんとかして読めればいいんだけど。そうね。ま、役に立つかもしれないし、一応取っておきますか。
真の実力や。これぞ勝利の美酒ってやつだな。そら、これが真の実力。これぞ
勝利の美酒ってやつだな。やれやれ、手こずらせてくれる。屋上みてえだが、こいつは屋上を包んだ結界の内側ということか。なかなか早かったようだね。やっぱり来てたわね、この変態仮面。はしたない物言いはやめたまえ。我が挑戦に見事答えたのだ。それなりの品位がなくては困る。余計なお世話よ。それはさておき、ずいぶん久しぶりだな。漆黒の牙、ヨシュア・アストレイ。そうだね。なぜあなたが教授の計画に協力しているのか疑問だけど。他のものはさておき、私の場合は趣味を兼ねていてね。このリベールという国は不思議な気品に満ち溢れている。人も土地も空気すらも、その気品が本物かどうか見極めたいと思ったのだよ。困難に直面した時、それは一層輝くものだからね。なるほどね。ある意味あなたは教授と似ているのかもしれない。私が求めるのは美だが、教授の場合は明らかに違う。それは君も知っているはずだ。しかし
まさか姫殿下がこの場所に来られたとは。私の崇拝を受け入れる気になったと考えてよろしいかな。残念ですが、私はあなたの期待に応えられるような人間ではありません。真に気高き人間であるならどうして迷ったりするでしょう。アルセイユを陛下に返すとき、私は答えを出さなくてはいけない。私はその時が怖いのです。クローゼ。その恐れこそが気高さの証。地を這う虫けらが焦がれてやまぬ翼の輝きなのだ。強襲用人形兵器バランシングクラウン。さあ見せてくれたまえ。影横たわる地すら照らし出すその輝きを。逃げ場はないぞ。
らぎやがれ。君にふさわしい才能を送ろう。さあ、美しく散るの。さらばだ。ごめん、みんな。やっ、逃げ場はないぞ。相手が悪かったな。うん、思っていたよりもやる。ならばこちらも本気で。役目はこれで終わりのようだな。仕方あるまい。ちょっと待ってください。殿下はもちろんだが、遊撃士諸君の戦いぶりにも輝きを感じさせてもらった。それが真実であるか、次の機会に確かめさせていただく。それでは諸君、失礼する。
結社が作ったゴスペルの最終型か。今までの新型よりもさらに一回り大きいみたいだ。塔の屋上が元に戻ったのはいいんだけど、問題はこれを使って何をしていたかってことよね。今まで動いていた装置もまた止まっちまったみてえだ。気に食わねえぜ。それに先ほどまで屋上を包んでいた結界、あれは何だったんでしょう。とりあえずこれでこの塔は元通りになったと思う。一旦アルセイユに戻ろう。うん、戻って博士に報告しないとね。